こんにちは、ブライマツです。今回はシャンプー本来の意味についてお話したいと思います。シャンプーの意味ですが、皆さんは単に頭髪を洗うだけじゃないのと思っている方も多いと思います。実はシャンプーの語源はヒンズー語でオスという意味があり、マッサージをするという意味になってきました。頭皮の汚れを洗い流し清潔にして指の腹でマッサージすることで頭皮や毛根、毛穴を刺激し血行促進させます。血行促進を促すことで髪の育成を助けます。なので当店ではシャンプーを、眠れるシャンプーを目指してゆっくり丁寧に20年以上の大ベテランがシャンプーをから仕上げまでするというスタイルをとっております。頭皮が湿疹が出たりだとかシャンプーが合っていない場合も多いですので、そういった方はご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。では。